今日は生きがいについて話していきます。毎日の生活の中で生きがいが感じられず、何か生きがいが欲しいと思うことがあります。では、なぜ生きがいが感じられないのでしょうかそして、生きがいとはどんなもので、どうすれば生きがいが感じられるのでしょうか 人生は生きていくだけでも大変です。毎日仕事をして生活していかなければなりません。何の生きがいもなく苦しいだけだったらとても生きてはいけません。自分は何のために生きているんだろうという疑問が出てきます。それで生きがいを探して生きがいのある 充実した明るく楽しい人生にしようとするのです。では、生きがいとは何なのでしょうか。生きがいというのは楽しみのことです。価値観は人それぞれ違いますから、何を楽しいと感じるかも人それぞれ違います。生きがいの具体例を挙げると、 まず、多いのは、仕事です。特に、自分の好きなことや、得意なことを仕事にして、価値を生み出しているときは、働きがいがあり、生きがいになります。また、子供の成長を生きがいとしている人もあります。子育てで、慌ただしい毎日でも、 子供が成長していくのを喜びとして、忙しいけど充実した毎日になるのです。また、趣味を生きがいにしている人もあります。好きなアニメを見たり、関連グッズをコレクションしたりします。他にも、犬や猫などのペットを生きがいにしている人もあるかもしれません。また、 自分の好きな分野の勉強やスポーツといった自分の向上を生きがいにしている人もあります。今まではできなかったことができるようになるのが楽しいのです。他にも人の役に立つことを生きがいとしている人もあります。それによって感謝されたり喜ばれたりすることを楽しみとしています。 どんなに人の役に立っていても、感謝もされず、単に利用されるだけでは、生きがいは感じられません。他人に貢献して、感謝されたり評価されることが楽しみなのです。仕事が終わった後の晩酌が楽しみで働いているという人は、晩酌が生きがいですし、中には、 寝ることが生きがいだという人もあります。このような自分が楽しいと感じるものが生きがいです。何を楽しみとするかは人それぞれですが。自覚するかどうかは別として、必ず生きがいを持っています。その楽しみを目標として、生きる力が湧いてくるものが生きがいです。 ですが、この生きがいは、突然失うことがあります。例えば、仕事を生きがいとしていた人が、事業に失敗して仕事を失うと、お先真っ暗になります。野球を生きがいにしていた人が、怪我をして野球ができなくなってしまうと、人生が真っ暗になります。 恋愛を生きがいにしていた人が、相手の気持ちがだんだん冷めていって、振られてしまうと、人生が終わったように思います。子供の成長を生きがいとしていたのに、その子供が事故や病気で死んでしまうと、救いようのないほど真っ暗になってしまいます。それというのも、私たちは、 生きがいを心の明かりとして生きているからです。生きがいが必要だということは、それだけ、もともと心は暗いということです。このことをフランスの哲学者パスカルはこのように言っています。もし人間が幸福であったら、聖者や神のように、 気を紛らすことが少なければ少ないほど、それだけ幸福であろう。もともとの心が暗くてつまらないから、それを何とか明るくしようとして、楽しいと感じるものを心の明かりとしているのです。ですが、生きがいがあるのになぜか虚しいという人もあります。例えば、 漢の武帝という人は、歓楽尽きて愛情多しと言っています。どんちゃん騒ぎをした後は、急に虚しい気持ちに襲われますが、昔の中国の皇帝も同じように虚しさを感じています。また、松尾芭蕉は、面白うてやがて悲しき迂回かな。 という句を読んでいます。岐阜県の長良川には、うという鳥を使って魚を捕るウかいという人がいます。それは岐阜の夏の風物詩でとても盛り上がるのですが、終わるとあたりは静まり返って闇に包まれます。楽しみの絶頂にあっても、 何か虚しい心が広がってくるのですこれはどうしてなのでしょうかなぜいろいろな楽しみを持っているようでいて心から充実した人生にならないのかそれは生きがいは一時的で続かないからですノーベル賞を受賞した バートランド・ラッセルは幸福論にこう言っています。趣味や生きがいは多くの場合、いやおそらく十中八九まで根本的な幸福の源泉ではなくして、むしろ現実からの逃避の方法である、と言っています。このような一時的な 現実逃避の生きがいというものは、ちょうど打ち上げ花火のようなものです。打ち上げ花火は、夜空に上がった時は明るくなりますが、すぐにパラパラと落ちて消えてしまいます。何をするにしても、楽しさは一時的なので、すぐにまた楽しみを求めなければなりません。それは、 次の打ち上げ花火を上げるようなものです。すぐに暗くなるので、連続して打ち上げると、一つだけの時よりも明るさは続きますが、やっぱり終わると暗くなります。このように楽しみが続かないことをブッダは、苦しみの新しい間を楽しみと言い、 楽しみの古くなったのを苦しみというと教えられています。ですから、どんなに生きがいのために努力しても、心からの満足を得ることはできないのです。生きがいは一時的な明かりにすぎません。問題は心の闇にあります。 心に太陽が出て、昼のように明るくなれば、生きがいのあるなしにかかわらず、大安心、大満足の幸せになれます。仏教では、一時的な心の明かりではなく、そのような根本的な解決を目的としています。問題の心の闇は、 どうすれれば晴れるのかということは仏教の神髄なので詳しく知りたい方はビデオの下の URL からメルマガに登録してご覧ください。